ありがとうございます。今日はですね、また気持ち悪いことやってるなと思われるかと思いますが、ジャズの人ってこういうの大好きですから、こういう一拍半モジュレーション、僕の、演奏してみたね、何考えてのシリーズの中で 1.5 拍できたっていうことなんですけど、要は、クラシックと違って、ジャズをずっと同じテンポで演奏し続けるので、そうするとこう緩急をつけるのにゆっくりに聴かせたりするのにはリズムをまあ半分で取ったり、要はワンツースリーフォーワンツーワンツーで半分に取ったり倍に取ったりすることがすごく多い。倍点っていうのを僕は言うんですけど、これだけだと2種類しかギアがないので、まあもちろんその、さらに半分とかさらに倍とか取ればあるんですけど、それよりは、1.5 倍にする、要は8分音符3つ分で1つのフレーズにする、こういうのをヘミオラというんですね。ヘミっていうのが半分っていう意味らしいんで、ヘミオラってことは 1.5 っていう意味なんですね。要は拍が 1,2,3,4 って言ってる中で、タツツ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 っていうふうにこう8分音符3つ分ずつこう割っていくということをやるんですね。でこういうのをだから、ワンツーシーフォー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 、こうやってやると3小節で元に戻ってくるじゃないですか。こう1234ちょうど3で割り切れるからね。でこのずれ方をターンターンタワンツーシーフォーワンツーシーフォーワンツーシーフォー、これが1小節目ね。ここ次に小説目、今度は1 2 3 4 1 2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 
今度は1、2、3、4、歌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 、これを順番にやってるだけね。タンタンタ、歌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 、これをタンタンタ、歌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 っていうのを3つのずれ方を歌として覚えておいて、順番に並べるとつながるじゃんみたいな、上だけつながってる感じ。要はこのタンタンタン、歌、歌、歌っていう風にちゃんとこう、ここでタンタンタ、ここで大きな歌、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 歌っていう、こう小説の頭が4サイドで感じれてるっていうのがすごい大事で、このここの頭の脅迫が聞こえなくなってしまって、タン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 、ワンツースリーフォーだけになってしまったら、このこれだけしか聞こえなくなってしまったら、もう戻りようがなくなるので、こういうのをまあ僕らロストするっていうか、こう自分で仕掛けといて分かんなくなっちゃう、どこやってるか分かんなくなっちゃう。ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォーが頭の中になってる上で、ワンツースリーフォーも両方なってるっていう形が理想です。でそれができてくると、このタンタッタタンタッタっていう、こう裏拍を一個増やすんですね。そうすると、まあ例えばオレオとか歌ったらタッタラ、こういうのも一拍半フェミオラフレーズになるんです。例えばタバラバリララタバラツタバラタバラ、これも一拍半フレーズ、ヘミオラですね。こういうのが上に入ることによってゆっくりになったり加速したり、要はタンタカタンタカタンツタンタタンツタンタタンタカタンタカタンタンタタンタンタタン、そうすると指揮者がこうテンポを遅くしなくても、自分だけゆったり乗って演奏したりとか、急に加速したりってすることができるようになるということですね。これはもう結構早い、かなり早い段階、もうビバップに行く前からこういうことはちょろちょろちょろってやられ始めてて、ビバップの人たちはもうめちゃくちゃするんですね。これ一拍半のことをやられてて、あ、今どこやってるか分かんなくなるっていうのは防ぎたいので、だから他の楽器の人もこういうずれ方を覚えておきましょう。自分が演奏しないまでも、あ、相手がこうずれてきてるんだな、だからうったんたんたって取ればいいんだなっていうふうに考えてもらえばいいかなと。そうすると2番は、ワンツースリーフォー、タンタンタタンタンタタンタンタタンタタン、こうするとタンタウタタン、ワンツースリーフォー、タンタウタタン、タンタウタタン、タンタウタタン、これが1小節目ね。2小節目がウタンタタンタ、ワンツースリーフォー、ウタンタタンタ、ウタンタタンタ、ウタンタタン、最後の小節が歌たん歌たんた、ワンツースリーフォー、歌たん歌たんた、歌たん歌たん、歌たん歌たん、これつなげる、たんた歌たん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 歌
を3つつなげた感じ。そうするとつなげてみると上でターンターカターンターカターンターカも聞こえてくる。 1,2,3,4 もキープしながら聞こえてくるっていうの、こういうのはなんかそのリズムの上にリズムを乗っける感じ、リズムのテンションと言います。でこれにこうハイハットが今キープしてたけど、ハイハットついてっちゃったらドラム自体は刻んでるものがなくなるのね。で頭の中で数えてるカウントだけになるわけ。 1,2,3,4,1,2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 ,
このフレーズが上に乗っかる形になるので、ワン、ツー、ワン、ツー、ツー、フォー、ワン。1,2,3,4 が数えれるかどうか、タン、トン、ツカ、ウトトン、ツトンとか、ツカ、ウトトン、ツトットっていう風にちゃんとそういう風に4サイドで聞こえる歌をちゃんと3つずれて歌ってる。そうすると4数えてる上になんか違う遅いリズムが乗っかってるな、俺そんなこと演奏してるなっていうのができるようになるんですね。上手い人はこういうリズムのレイヤー、これ2つ目、1個目が4拍子のノリと、まあもちろんハイハット貯めたりするからいろんなレイヤーがあるとしても、普通の4拍子のレイヤーの上にバックハン、その後こう別の人が5拍やってるとそれも頭の中鳴らしてるみたいなことになってて、上手い人だったら4つとか5つとかリズムのレイヤーを持ちます。そうすることによってすごくこうフレーズ1個1個がどこから取ってもこの音って重要だよねって音を狙っていけるようになるので、そういう形がすごい大事ですね。これもう一個あって、これもツタタツタタですね。これなんかもっとよっとよくヘビーオラを感じる。ワン、ツー、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 これね、これはツタタツタタツタで、タツタ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 タ、まあ裏の引っ掛けなくしたんですけど、ということを、演奏中にやってたんですね。されてるから他の人の演奏を壊すことはない。ただもちろん相手が初心者だったりするともうもちろんこう4秒をこっちが演奏してないわけだから、何やってんだろうと思って崩れちゃうんだけど、上手い人同士でやると、あ、そのレイヤーを乗せてきたのね、じゃあそれに対して俺はこういうアプローチをしようとか、俺は全然違うところのレイヤーをさらに乗っけてあげようみたいな、ね、ジェンカみたいな、なんか崩れないようにこういろいろみんな乗せてって次俺の番みたいな、なんかそういう感じがあったりします。なんでこんなことやるかって言ったら、まあ要は
俺こんなことできてすげえぞみたいなね。だからまあ音楽的に言うとスポーツみたいなところがあって、芸術的にすごいかどうかって言ったら、まあこれでももちろんこれでもこれをやりながらさらにすごいことが、要は芸術的にもすごければ最高じゃないですかみたいなことをやりながら、ちょっとこう要は俺はこんなことできるだぜみたいなところがちょっとあって、これはどうかなって思う人もいっぱいいると思いますが、まあただ3拍に関してはもう本当にいろんな人が、ポップスであろうが何であろうがものすごくいっぱい使ってます。パフュームさんのポリリズムとかね、ああいうのは演奏中にこのヘミオラがいっぱい入っていきます。これはヘミオラっていうか 0.75 拍になるんですけど、また 0.75 拍のジャズもまたやりますけど、そういうのも全然含まれているので、もう今となってはもう普通のアプローチのフレーズになるので、3拍ぐらいは覚えましょう。今5拍とか7拍とかね、皆さん普通に使えますし、なのでジャズとかだとそういうのも乗っけてくる人が増えてきているので、ただ3に関しては本当にポップスでもプリブランド曲でもいっぱいあるので、これを、できるようにしておくと、ジャズで、みんなが何やってんだろうってことがだんだんなるくるかな。僕も最初にセッションした時にみんながこれ当たり前のようにやるから、何やってんだろうとか、今頭どこにいるんだろうっていうことを思いました。なのでこれは他の人がこういうことやるんで、自分も覚えておかないとなかなか太刀打ちができないので、こういうことをやって、みんなこういうことやって表現力を増やしてるんだよっていうところを覚えていただければいいかなと思います。というわけで本日は以上になります。今日もご視聴最後までありがとうございました。